お父さんも楽器をしていると言っていましたが、家族でセッションなどされるのですか、という質問をいただきました。その情報どこで出てたの？多分楽器を始めたきっかけが、私の父が楽器をしていたっていうのが、30問の答えです。あ、そうです。はいはいはい。お父さん楽器してる。そう、はい、お父さんはまず趣味で多分テナーサックスを始めていて、そうなんですよ。で、なんか私もテナーサックスがやりたくて、うんうん、吹奏楽中学校に入った時に、その体験入部みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。その時にいろんな楽器多分試すと思うんですけど、テナーがやりたくてずっとサックスのところに行ってたんですけど、その時身長が本当に低くて、手が届かなくて楽器の、でテナーが無理ってなったので、じゃあアルトでっていうことで、アルトサックスになったんですよ。なるほど。家でテナー吹いたりする？そうですね、中学校の時はテナーサックス一緒に吹いたりしてたんですけど、私が高校生の時にサックスを一本買い替えて、今使ってるのが2本目になるんですけど。はいはい、2代目か。そうなんですね。で、今私の前使ってたアルトサックスを父が吹いて。ああ、そういうことか。そうなんです。じゃあテナーはもう置き去りか。もう置き去りになっちゃいます、ね。趣味の範囲なんで、セッションっていうよりかは、まあそうですね。でも1回だけそのピアノを私が習いに行ってるんですけど、で2人でそのピアノの発表会で吹かせてもらったり、すごい、あります。もうボロボロやったんですけど、超ほっこりやん。すごい、めっちゃ仲良しやね。ねいいね。ねえ、なんかほっこりほっこり。なんかこのリノのほっこり感って家庭環境から来てるんやなっていうのがすごい分かる。確かに確かに確かに。いい話やな。ねえ、ちょっとぜひオービルズでもお父さんよろしくお願いします。ね、ゲストで。ゲスト、リノパパっていうね。やばいです、やばいです。へー。